X Japan。本日9月22日をもって XJAPAN は解散します。実はボーカリストだったトシが今年の4月20日の時点で XJAPAN を脱退したいという申し出がありました。理由は音楽性の違い、方向性の違いということでした。それに対しメンバー全員で引き止めましたが、すいません、本人の意思は固く彼の意見を尊重して彼の脱退を受け入れました。その後残されたメンバーでレコーディングを続けながら何度も話し合いました。また結成以来今日まで約17年間一緒に続けてきたメンバーであり友人でもあった彼の脱退は、僕にとってもかなり辛いことでした。またその時点で新しいボーカリストを入れることも考えましたが、XJAPAN は彼のボーカルイメージで書かれた曲が多く、今後の継続にあたってはかなり大幅なチェンジが必要とされる状況になりました。何度も考えましたが、今の時点では解散をせざるを得ない状況だと判断し決意しました。これまで応援していただいたスタッフの皆様、レコード会社の皆様、マスコミの皆様、そして何よりも僕らの心の支えであったファンの方々に感謝の気持ちを込めてお礼を言いたいと思います。本当に今までどうもありがとうございました。まず今日を選んだっていうのは、そうですね、とりあえずこれから発売されることになる、でしょう。そのライブアルバムとかそういうもののレコーディングが精一杯だったんで、とりあえず何も考えずにそれを終わらせたいということで、帰国できるような状態じゃなかったので今日まで伸ばしていただきました。 XJAPAN 自体はやっぱりもともとあるそのハードな面ですか、ハードな面と
ソフトな面とを組み合わせたような方向性で来ましたし、まあ今後もそのつもりでいたんですけど、どうなんでしょうかね。あまり僕も深くはその時にもう追求しなかったので、やはり彼がそこまで考えて決めたことだったっていうのは、もうその言葉だけでなんか全てが語っているような気がしたんで、まあ、だから彼の音楽性が、変わっていったってことじゃないですかね。彼は脱退したんですけど、やっぱり残されたレコーディングがありまして、ライブアルバムであったり、まあそのライブアルバムが主にメインだったんですけど、その、まあ、ボーカルエディットなりそのレコーディングなりっていうのは続けなきゃいけなかった状態だったんですね。で、まあその彼を辞めた後にその毎日彼の声をレコーディングしている状況にもう耐えられなくなりまして、でとりあえず僕自身ももうこの状況に耐えられないとってことを、まあメンバーと話し合いまして決意しました。まあ、これまで応援してくれたファンの皆様と、スタッフの皆様、とっても感謝してます。またどっかで会えると嬉しいです。僕としても、ロックスにはたくさんの思い出があります。まあ、ファンの方々と同じようにこれからも音楽を愛して、そして X も愛し続けて、これからも、夢希望を持って音楽活動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。待たすだけ待たしたファンの人たちには、本当申し訳ないと思います。わがまま惨敗やってまいりましたが、最後のままわがままごめんなさい、そしてありがとうございました。まあ、XJAPAN がこうな、それまでなったの、これまでなったっていうのはやっぱりファンの皆さんのおかげだと思っています。そのいろんなわがままであったりアクセントがいろいろあったりして何回も心配かけましたが、本当に今まで応援していただいてありがとうございます。とっても感謝しています。ただ今回こういう形で解散になったっていうことは、まあ不満もあるかもしれないですけど、分かってほしいと思います。まあ17年間やってましたから、まあ人生みたいなもんですね。